中村俊輔の会場を沸かせた伝説のゴール。2008年に行われたセルティック対レンジャーズ戦で中村俊輔が決めたスーパーゴールが今もなお伝説だと語り継がれている。もう何十回と見ているが未だに興奮を覚える。中村俊輔でこれが一番好きなゴールだな。本当何回見ても飽きない。結構ボールスピードあるパスを完璧にトラップして、あの変態シュート、そしてサポーターの盛り上がり、文句つけられん。 GK が気の毒になるような曲がり方だね。本当に漫画のよう。許されるのは稲妻イレブンだけだね。よく中村俊輔の好きなゴールで CL の漫遊戦の FK 日本が選ばれるが、個人的にはこのゴールが一番好き。俊輔本人もあのレンジャーズの一撃と言ってたね。超同感。このシュート止められるキーパーは存在しない。セルティックサポーターの間ではどれだけ活躍しててもレンジャーズ相手にゴールを決めなければクラブの伝説にはなれないって暗黙の了解があるらしい。このオールドファームダービーでのゴールで文句のつけようがない真の伝説に俊輔はなれたんだろうな。当時のキャプテンのレノンがあんなスーパーゴールはそうそう見られるもんじゃないって言ってたのが本当に嬉しかった。ノックダウンされたボクサーのようなキーパーの崩れ落ち方なんだよな。俊輔って一撃必殺のゴールが多いよね。特にこれはすごい。俊輔のゴールって体の向きと足の方向が逆になってることが多い。ああいうシュート直前の細かいフェイントってキーパーはどうしようもない。中村俊輔が日本の10番だって思えるのはこういう未来を切り開くようなシュート決めてるからだよな。伝説の漫遊の FK に初叱り、コンフェデでのブラジル戦のミドル一発、ボロ負けの中フランス戦のバーテ FK 一発、他にも中村俊輔に希望を乗せて日本の誇りだと感じていた人は多くいると思う。香川ではなく過去の人でもなく、やはり日本の10は中村俊輔だったよ。このシュートは中村俊輔らしからぬシュートだと思う。ポジション取りは戦略的とはいえ、放ったシュートはテクニックよりも足に魂込めました的な蹴り方。やはりダービーマッチは何を置いてもとにかく戦っている姿を見せることがサポーターの心を揺さぶる。打った瞬間はゴール右側に行く軌道なのに、そこから左隅まで曲がってるのやばい。実際に見たら鳥肌だろうな。想像しただけでもやばいもん。フリーキックは簡単と日本人に誤解させた一人、その後の日本代表でフリーキックが入らず何度落胆させたか。中村と後遠藤の2人は罪深いよね。ワールドクラスのフリーキックに加えてドリブルパスシュート、すべてにおいて超ハイレベル。今よりスペースがいっぱいあった時代とはいえ、あんだけやりたい放題したのはやっぱすげえわ。このプレー集見ちゃうと、古橋や前田が同じレベルで活躍するのそう簡単じゃねえなって思う。ぶっちゃけ今よりもスコットランドリーグはレベル高かったしな。この変態的なボールの軌道とスピードはもちろん、観客や実況アナのこれ以上ない盛り上がりとか、ゴールネット裏のボールボーイの喜び方とか、一つの映像作品として完璧すぎる。中村俊輔は間違いなくセルティックのレジェンド。これは未来永劫語り継がれるゴール。